MQ テレメトリトランスポートはメッセージ指向ミドルウェアのアプリケーション層で使用される TCPIP による Pub、サブ型データ配信モデルの軽量なデータ配信プロトコルである。MQTT の MQ について歴史的にはマキサリーズから来ているがメッセージ Q の機能は有していない。非力なデバイスやネットワークが不安定な場所でも動作しやすいように メッセージ通信伝文が軽量に設計されていることが特徴である。パブ、サブ型メッセージングパターンにはメッセージブローカーが必要である。ブローカーはメッセージのトピックに基づいてそれを必要としているクライアントにメッセージを配信する。アンディ・スタンフォード・クラークとシーラス・リンク・ソリューションのアーレン・ニッパーは1999年にプロトコルの最初のバージョンを執筆している。 仕様はロイヤリティフリーで公開されていて、現在の仕様は5となっている。MQTT には次のような特徴がある。プロトコル伝文仕様は軽量でシンプルになっている。配布先条件が区切りの階層構造になっており、さらにワイルドカードによる指定ができる。配布先はそのパターンにマッチした宛先になる。アプリケーションの特性に合わせて3種類の QOS レベルの指定ができる。メッセージ再配布機能は次のフローで処理される。意図せずに、サブスクライバー通信が切断その後、当該のサブスクライバーが再接続切断から再接続までに発生したメッセージを、再送処理 QOS1、2のメッセージを再配布する MQTT をサポートするブローカーは数多くある。それぞれのサーバーがサポートする機能には、基本機能のほか。 サーバ特有の機能がある。主な MQTT ブローカーには以下のようなものがある。MQTT コネクションの例。コネクト、パブリッシュ、サブスクライブ、ディスコネットを行っている。クライアント B の最初のメッセージはリテインフラグがついているため保存されている。サーバーとの接続が確立されるのを待機し、ノード間でリンクを作る。 MQTT クライアントが必要な処理を完了し、TCP、IP セッションが切断されるのをするのを待機する。リクエストを MQTT クライアントに渡した後、アプリケーションスレッドに即座に戻る。Facebook のメッセンジャーに MQTT を使用している。i q シグナリング制御システムのデルタレルの最新バージョンでは、システムとシグナリングシステムの他の構成要素の 様々な部分内の通信のための MQTT を使用している。ありがとうございます。